どうも、M です。本日は、チャクリのポータブル電源について動画を撮ってみようと思います。まあ、ポータブル電源にはですね、まあ、いろんなメーカーがあると思うんですけれども、ポータブル電源を発売しているメーカーの中ではジャクリーは、まあ、大手なんではないかと思います。アメリカの会社で、米国ホンダとも提携しているという、まあ、ちゃんとした会社ですね。まあ、ジャクリー以外にはスワオキとか、まあ、有名なところがあると思いますけれども、今回はジャクリーの製品を紹介してみたいと思います。で、私が使っているのはジャクリーのポータブル電源ですけれども、その中でも一番小さい240というモデルです。インターネットで調べてみますと、ジャクリーは1700、400、240と、まあ、4種類タイプがありまして、ポータブル電源の1700、400、240と分かれてます。で、使用できる電気製品の、まあ、出力がですね、ジャクリーの1000だと1000ワット、700だと500ワット、400と240は200ワットと、まあ、200ワットと、まあ、使用できる電気製品の定格出力は400と240は全く一緒ですと。で、電池の容量が400の方が大きいですということになってます。で、今回ですね、このジャクリーのポータブル電源が、240、私が持っているジャクリーポータブル電源の240は2021年の1月25日から価格改定が行われて、25,800円が19,800円になることは、まあ、以前からアナウンスされてたんですけれども、まあ、それ以外にですね、おうち時間応援キャンペーンとして、まあ、それ以外の製品もですね、1月30日から2月1日までですね、値下げされてます。ポータブル電源240は、まあ、おそらく2月2日以降も、19,800円で購入できますが、まあ、それ以外の製品は、1月30日から1日までですね、1月30日から2月1日までセールで値下げされています。なのでちょっと今がチャンスですね。その辺、この辺の製品は、ジャクリのポータブル電源400に関しては、もし35,840円、今は35,840円ですけど、まだ金額が元に戻って44,800円になったら、ポータブル電源240が19,800円なので、これを2台買っても、ジャクリーポータブル電源401台の値段の方が、まあ、高くなってしまうことになりますね。だから、まあ今買うんであれば、400とか、まあ、お得ですけれども、もし価格が元に戻ったら、ジャクリーのポータブル電源240を2台買った方がお得になるかもしれません。まあ、ポータブル電源の大きさにかかわらず、
ジャクリーの製品は、インプットとアウトプットと、まあ、バッテリーの残量がパーセント表示で表示されますので、まあ、非常にわかりやすいですよね。この240の場合は、100ボルトのこのプラグで挿すのが一つと、USB が二つ。それから、シガーソケットのタイプが一つ、使用できるようになってます。で、まあ、使用するときは、この横のボタンを押してやると、まあ、電気を使うことができるようになります。で、まあ、私のようにですね、まあ、がっつり車中泊を楽しむというわけではなくてですね、写真を撮りに行くついでに、車中泊をするとかですね、釣りに行くついでに、まあ、車中泊をするとか、まあ、車の中で、まあ、料理なんかをしようと思ってない方は、まあ、この240ぐらいで十分なんじゃないかなと思います。で、まあ、今回は一応普段使ってる、いろんな、まあ、ライトですとか、これ100均のライトですけど、ライトですとか、まあ、インターネットで買った1000円ぐらいのバーライトだとかですね。それから、まあ、扇風機。夏には扇風機ですね。冬には、この電気毛布ですね。電気毛布を、まあ、使っていますけれども、まあ、どのくらい、電気を消費するかというのをですね、ちょっと確認していってみたいと思います。まずですね、この100均で買ったライト。まあ、実際、このポータブル電源ではなくて、もっとコンパクトな、なんていうんですかね、バッテリー式の電源でもいいんですけれども、まあ、一応こいつで、私は明かりの電源を取っております。実際使ってみるとですね、挿してつけますと。そうしたらですね、見えるのかな？ちょっと待ってください。この一つのライトで、まあ約3ワットですね。3ワット消費します。これちょっと私2つ持ってるんで、2つ使えば6ワット消費します。だからまあ、もし仮にこのライトを2つ使って、まあ、ずっと使い続ければ、240ワットアワーの電源ですので、6ワット、40時間ライトをつけておくことができます。まあ、次にですね、これではなくて、まあ、Amazon で買った、このバーライトですね。バーライトを使ってみますと、これいろんな色に変えれるんですけどね、面白いことに。まあ、このバーライトを使いますと、まあ、こちらもですね、これ一つで、もうすごい明るいんですけれども、3ワットでいけます。なので、これをもし一つだけ使うんであれば、3ワットなので、80時間、この電気をつけておくことができます。まあ、いろんな色になりますけど。はい。で、普段は、このバーライト一つで、十分こと足りてます。はい。それではですね、続きまして、こちらの扇風機ですね。まあ、夏と言ってもね、真夏は車中泊なんかできませんけどね。まあでも、ちょっと標高の高いところとかに行けば、車中泊もしやすくなると思いますので、こちらの扇風機の、ワット数を
見てみたいと思います。今ちょっと回ってますけれども、バッテリー式なんですね。そしたらですね、次はこちらの電気毛布です。さすがに冬は電気毛布がないとちょっと寝るのは厳しいですね。寒すぎて。わかるでしょうか。だいたい今日にしてあるんですが、55W、50W ぐらいですね、消費してます。仮に 50W だとして、5時間も持たないですね。実際はですね、私はですね、これ中ぐらいにしてですね、中ぐらいにして普段使ってます。車中泊するときは。なので中だと6W ぐらいしか消費しないんですよね。だから全然朝になってもですね、全然バッテリーの残量がゼロまで行くことはないんですね。まあ大体、まあ夜について朝日の出前に写真を撮るので、まあ6時間ぐらい持てばいいんですけど、まあさほど電気を消費しないと、そういうことなんでしょうね。中もしくは中より少し強くするとどうですかね。そうするとやっぱり消費電力が 40W ぐらい、だいぶ大きくなりますね。これを中ぐらいにしといてやると、中ぐらいにしといてやると、まあ一気に消費電力が少なくなって、まあ車中泊するときでも十分電力が朝まで持つようです。まあですので、車内で料理とかですね、する必要がないのであれば、まあこのくらいの小さいバッテリーでも、まあ十分持つんではないかと思ってます。で、充電するのにですね、まあ付属品が付いてまして、車のシガーソケットから充電できるケーブルと、まあ家の100ボルトの電源から充電できるケーブルがついてます。まあそれからそれの入れ物ですね、ポーチもついてます。まあこれが付属品ですね。あ、ちなみにね、カメラのバッテリーとかも、まあ、現地では充電したりすることが、まあ、たまにですけどあります。金額がね、2021年の1月25日で、以前は25,800円、25,800円していたのが、19,800円に、まあ、価格が改定されたので、まあ、随分値段が下がったので、まあ、検討されている方がもしいたらですね、まあなんかそういうお役に立てる情報になるかなと思って、まあ、最近お出かけもしてないですし、まあ、動画を撮ってみました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。